先生クイズ大会ですよっ。このクイズはですね、三択クイズなので、これだなと思ったものに、手を挙げてください。それでは始めていきたいと思います。よろしくお願いします。それではまず第1問は、我らが学年2年生の学年主任小野英子先生についてのクイズでございます。小野先生の得意教科は何でしょう。1、国語。2、体育。3、科学。1番の国語だと思う人、手を挙げてください。おー、多いですね、多いですね。楽しい。2番の体育だと思う人。ああ、まあ、そこそこいますね。3番の科学だと思う人。あ、これ少ないですね。フォローしてください。正解は、なんと2番の体育でございます。小野先生ね、学生時代はバスケやっていたと聞いてますので、そこそこね、動けるんじゃないかと思います。それでは、2問目いきたいなと思います。2問目はですね、僕たち2年17組の担任、三輪先生についてのクイズでございます。三輪先生の実は得意なスポーツは何でしょう。1、サッカー。2、バスケ。3番、卓球。それで、まあ卓球や、今日はね、球技大会卓球やった人はちょっとね、分かるかと思うんですけど。それではいきます。1番のサッカーだと思う人、手を挙げてください。少ないですね。下ろしてください。では2番のバスケだと思う人。おー、そこそこいますね。下ろしてください。では3番の卓球だと思う人。下ろしてください。正解は卓球の3番でございます。第3問目、浜野先生クイズ。これで、ね、17組のクイズ大会を終わります。